皆さんこんにちは、かおりです。ハッピースター、このパスコア復活祭おめでとうございますと言ってる間に焦げるので、はい、今日のお昼ご飯は我が家のおめでたい日に食べる料理です。ちょっと日本食じゃないんですけどね、私が大好きなプロバンス風エビとホタテのエビソース焼きです。後でまた紹介します。こじ、これはエビの、有頭エビのお味噌、エビのお味噌がメインで、そこに玉ねぎのみじん切り、トマトのみじん切り、バター、卵黄、生クリームが入ってます。あとお塩ちょっとね。とっても美味しいんですよこれ。もしよかったら、リクエストのある方はレシピ教えます、お教えいたします。というくらい間にほら盛り付けなくっちゃ。はい、出来上がりました。こちらが我が家のおめでたい日に食べるエビとホタテのプロバンス風エビソースピアットお皿です。どうしてプロバンス風っていうかというと、フランスのプロバンスではエビの代わりにザリガニを使ってお料理をするって皆さんご存知ですよね。でもザリガニは残念ながら手に入らないので、でも有頭エビの美味しいお味噌をたくさん使って作ってます。ではいただこうかな。そろそろ夫と娘を呼びに行きます。はい、では皆さんも良い復活祭お迎えください。ありがとうございました。またね。チャオチャオ。